帰ってから家族を抱きしめたいと思います。大丈夫っていう言葉がすごく胸に響きました。なぜ走り続けるんだろう。もう無理だって見上げた空、息を切らしてふと立ち止まる自分の心にノックして、何のため誰のため、その言葉の君が皆様が家を去るね、一人旅ながらいっぱいあります。でも、お子さんと今日お越しくださっているように、この大区間、周り見渡してください。いっぱいの笑顔があります。家族のありがたみと大切さがすごくわかりました。ありがとうございます。心に響く話で元気になりました。すごい笑顔でないこともたくさんあったと思いますけど、逆にこちらもすごいガッツポーズのイメージがあって、すごい元気をいただきました。ありがとうございます。